一ポンドの福音は、高橋留美子による日本の漫画作品。週刊ヤングサンデーにて、1987年9号から2007年3、4合併号にかけて、不定期連載されていた。単行本は、小学館、ヤングサンデーコミックスより、全4巻。週刊ヤングサンデーでの書出は1987年9号。初回は、前後編の読み切り作品だったが、 その後も1話ずつ不定期に集中連載され、約20年後の2007年3、4合併号にて完結。単行本も2007年3月に最終巻である4巻が刊行され、完結した。1988年には OVA 化され、また2008年1月期にはカトゥーンの亀梨和也主演により、日本テレビ系列でもテレビドラマ化された。 減量中なのに食欲に負ける駆け出しボクサーの青年と若い修道女を中心にした人間模様を描いた作品。ストーリーは試合ごとに区切られ、工作が対戦相手やその周辺の人物と触れ合ったり自分と戦ったりしながら、試合が終わるまでを一ストーリーとしてそのストーリーが何度か続いていく形式である。一ストーリーごとにテーマが決まっている。内容はラブコメとも、 ボクシングものとも取れる作品になっている。声の記述は OVA 版、縁の記述はドラマ版で表記。テレビドラマでは聖エリシを修道院。主要人物は登場人物を参照。2008年1月12日から3月8日まで毎週土曜日21時21時54分に日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された。主演は亀梨和也。 2008年9月3日に DVD ボックスが発売されている。特典映像は1ポンドの福音。メイキングムービー &1 ポンドの福音。サタデー完全版が収録されている。主要人物は登場人物を参照。レギュラーゲスト、ありがとうございます。